どうも、エルザチャンネルへようこそ。今回は、原神をやっていきたいと思います。の前に、なんか光ってるね。ってことは、雷の目、あるな。あとはあれ触ろう。移動のこと考えると、ウェンティ欲しいな。キャーの上だよね。さあ、まずマップ開放しよう。どんな感じかな？そなたが遂行しない限り、世界はそのために開かれる。おー、島国だ。天神像。心臓に奉納する。雷元素と共鳴だね。こんな感じになるんだろうね。愛人の瞳。最初何個？やっぱ10個とかなんだ。いや、そうだよね。スタミナもらえるわけだからね。ちなみに。ちょっと待った。しかも、長い。溜まるの。ちょっと溜まったらまた使ってみようか。これはちょっとウェンティいるね。おお、雷の刃ね。面白いね。多分そんなバトルをするってなっても、カウントクーターがいれば問題ないから、一旦ウェンティにウォーミングアップしよっか。あえて足元に気をつけて。怪しいな。ギリ届くかな。怪しいよね。怪しかった。怪しい。回収できるようにね、取れなかったやつをね。お待ちを。やっぱり。オイラたちがどうかしたか？お嬢様からのお手紙があります。どうかお読みください。手紙？見せてくれ。背景。突然の手紙、失礼いたします。夜ぐっそり会いたいってことか？それにお前、このことに感づいてたみたいだけど、なんでだ？まあね、それはね、突然の手紙、失礼いたします。ご迷惑でなければいいのですが、違法の知らない人間に手紙をしたためるのは実は初めてです。あなたとの出会いは偶然でないと私は信じています。今夜は月がよく見える日です。もしよろしければお会いできないでしょうか。家臣や守衛のことをお聞きなさらずに、私が引き離しておきます。さっき、お越しになられることを心待ちにしております。まあこれはね、彼女と視線交わしたからだね。になったら彼女に聞いてみよう。約束時間18時から24時に家に来るってことね。もう夜中だもんね。意外とこういう時間しっかり使うのいいよね。使わなさそうで使うからね。そう、脱出計画、千里だね。いやー、でもすっごいね、作りね。これはさすがに入れない。全部雷神の家紋なんだね。あ、いらしてくれたのですね。私は柊木千里と申します。お会いするのは2度目ですね。何卒よろしくお願いします。
本当に柊木家のお嬢様だったんだな。お会いできて嬉しい。いえ、そんなにかしこまらずに。あなたの噂はかねがね聞いております。そしてやっとこのような機会を得ることができました。お、なんか雰囲気が変だぞ。今回このように人目を忍んでお会いしたのは、この機会を逃せばもうあなたに話せないからです。何を話すんだ？そのお手紙を届ける依頼についてです。もう帰るね。顔がすげえだ、主人公。お前やっぱりあの父親の娘だな。それしかないのかよ。いえ、お待ちください。お二方には私の代わりに鳴上島へ行き、天領奉行の次男の鎌治さんまでお手紙を届けてほしいのです。父上からはずっと連絡を反対されておりました。政治の面から見てもっと良い相手を望んでいるのでしょうが、私の心には鎌治さんしかいません。離島で父上に歯向かえる方はいないでしょう。しかしあなた方は鳴上島へ行こうとしておられる異教の方。そんな事情があったのか。もちろんその代わり、あなた方がここを離れるのを全力で支援いたします。どうか私を信じてください。そうだね、悪くない取引だね。実はあなた方が稲妻にいる限り、父上はあなた方を離島から出すつもりがありません。おう、それはオイラたちも感づいてたぞ。あんなことを依頼するなんて、最初から足止めが目的だったんだろうな。何日か前に父上と身分の高そうな女性が話しているのを見ました。異教の旅人をどうやって離島に閉じ込めるのか相談していたようです。父上が将軍様以外の方にあんなにかしこまるのを初めて見ました。身分の高そうな女性か。結構原神稲妻は、そうね、稲妻将軍以外女性でもいるもんね、そういうキャラがね。そろそろ時間です。あなた方を外に行かせるための計画を話します。今ちょうど外へ送る貨物がありまして。なるほど。では関所でお待ちしております。手紙のことどうかお願いします。そうだね、ミスターゴーン計画やね。ちょいちょいなんか日本ネタ挟んでくるね。皮肉かな。まあ逃げるなら貨物の中みたいなところはあるけどね。まあじゃあちょっと外出ましょうか。まあ、でもあんだけ話してたらバレそうな気もするんだけどね。うまいこと引き離したんでしょう。少々お待ちを。その貨物、渡積島まで送るのでしょうか。お嬢様、どうしてここに。おっしゃる通り、これは勘定奉行様から特別に命じられた貨物で、傷一つつけることなく渡積島まで送り届けなければなりません。どうかされましたか、お嬢様。であれば間違いありません。それについて父上が心配されているようで、私と手だれの方を付き添わせるよう手配しました。お嬢様が自ら運送を。あ、いえ、それはお手を煩わせてしまいますし、それにその手だれの方の身分もよろしく。時間がありません。遅れれば処罰があると父上から言われているはずですよね。お嬢様、おっしゃることはわかりますが、しかし。しかし何ですか。父上の気性はあなたたちも知っているはずです。私の身に何かあれば、あなたたちに課せられる罰は言わなくても分かっていますよね。あなたたちに私を完璧に守る自信があるのでしょうか。佐藤さん、すごいな。人が変わったみたいだぞ。わかりました。お嬢様とご同行でき、とても光栄に思います。お嬢様の身の安全、命と引き換えにしてでも守ってみせます。新之丞、いいのか。ああ、お嬢様がそう言うんだ。部下はそれに応えるしかないだろう。しかし問題はそこじゃなく。もういいでしょう、早く出発を。もたもたしていると俗に隙をつかれてしまいますよ。わかりました。
出発。めっちゃいい男やったね、一人ね。あの、潔がいいっていうか、あれはいいな。変えて。運搬でしょ？カニ。待て、カニ、カニ、ちょ、新しいやつは。お下がりください、お嬢様。ここは私どもが。お前たちは下がってろ。チャンスだ。また全然当たんね、なんで？あー、それが幻想反応を起こしてる、牛骨。そうだね、牛骨が幻想反応を起こしてるね。どうだ、これなんか戦闘めっちゃかっこよくね。ピピー、観念しろ。幻想反応を起こさない。あー、もうやべ、発動しちゃった。おい、迎撃用意。いや、お嬢様を守るのが優先だ。ここはおいらたちに任せろ。お前たちは佐渡さんのそばにいてくれ。最近さ、まあ弓使ってるのは全然いいんだけど、思ったより当たり判定が悪いんだよね。仕様変わったのかな。はっはっはっ、なかなかやるな。おお、声が。あの、サビとな。やはりダメだった。面白い感じの声だね。おあった、それな。特殊な。危ない、また攻撃が来る。千里様、私のそばに。なかなかのイケメンです。毒、毒というか、なんか落ち武者みたいに出てきたね。居合斬りとか結構使ってた。困った。そんな夜奪ってやる。おい、ここまで。はい、さよなら。よっ、お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 っ、こっちの。結構雷使い勝手いい。前方にある村で少し休めるでしょう。お嬢様、大丈夫ですか？はい、ここまで来ればもう大丈夫です。旅人さん、あそこが鳴神島へ続く道です。天領奉行から稲妻全土で通用する通行証を特別に発行するよう鎌地さんに手紙で頼んであります。お礼として受け取ってください。ありがとう、千里さん。お嬢様、はあ、やっぱりそういうことだったのか。こんなことだろうとは思っていたが、新之丞、お前。いや、それはない。お嬢様はきっと考えあってのことだ。ですよね、お嬢様。そのお嬢様がおっしゃっていた鎌地というのは。もう隠す必要はありません。私の意中の人です。意中の人。おいおい、嘘だろ。新之丞、お前まさか。いや、なんでもない。なんとなく聞いてみただけだよ。俺がそんな夢みたいなこと思ってるわけ。二人とも心配しないでください。このことは何も知らないことにしておけば問題ありません。もし父上が咎めても、私が全責任を負います。そうするしかありませんね。わかりました、お嬢様。でも千里さん、もし本当にバレたら
どうするんだ。大丈夫です。父上は小さい頃から私を可愛がっています。ひどくても食事を半日抜きにされるだけでしょう。ご心配なさらないでください。あのじいさんにそんな一面があったとは。ではお二人ともお気をつけて、またいつかお会いしましょう。おう、またな、佐藤さん。ほら、さっさと貨物を運ぶぞ。何を詐欺込んでんだ。さあ、雷の印を神事内社に預けるとって書いてあったね。めっちゃ可愛そうやったな。まあ、これで自由だね。トーマのやつを探しに行こうぜ。トシコ、木漏れ茶屋だったよな。これは、内獄。稲妻でよく見られる奇妙な物体、雷元素の力を持っている人を、また、稲妻の恵みを受けている人は、内獄を利用して電光のように素早く移動することができる。すげえ。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。おお、意外と雷元素大事だったりするんだね。で、海藻海藻とかあるんだ。あれ、これは触れない。あそこ瞳あるね。あった。使ってそうか、雷元素持ってるやつだけみたいな感じ。いやー違うの、3つ集めたらガソリンと思う。はい、ゲット。とってもいける。とりあえず何個あるか分かってないからね。あ、キツネ。いやー、誉れ思い出すな。ゴーストオブツシマね。しかも避けない。はあ。いいんじゃないんすか？あ、結構遠いね。三つの願い。ちなみに今ので離島脱出計画が、あ、雷光を求めてもやらないとね。そうだね、離島脱出計画ができたんで、今イベントである。はいはい、うん、できるね。勇金の人とかルッキン、ここら辺はあれだもんな、ストーリーそもそも進めないとって感じだしね。なんでイベント開かないかな。そうだね。よし、じゃあちょっと今回早いですが、ここまでしましょうか。とりあえず、次回は探索メインかな。ストーリーガンガン進めたいのももちろんあるんだけど、3つの願いとかね、あるけど、さっきのイベントのやつやりたいし、多分次回、ここら辺マップ開いてるかもしれない。ファストトラベルとかね、ちょっとそれだけ先にやって、次回ストーリーメインでやっていこうかなと。思います。ということで、ここにご視聴ありがとうございました。まあね、いい感じに原神も話が増えてるね。じっくりやっていきたいと思います。よければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまったねー。